ハードオフ堺府開店オープン。オープン翌日に行ってきたぞ。はい、バクチャンネルのバクです。今日は堺府開店が、昨日ですねオープンしたのでやってきました。昨日やから何月か、12月16日オープンですかね。はい、12月16日グランドオープンで、今日17日にちょっと来てみました。ちょっと中入っていきますね。はい、まず入るとこんな感じですね。1階と2階があります。で、昔ここツタヤだったんですよ。1階が本屋で2階がビデオレンタルでした。はい、ということで今はハードオフが1階に入ってて、2階にホビーオフが入ってます。はい、で店内は結構広い感じですね。この前紹介した八尾店よりは一回り大きな感じです。で、ここがジャンクコーナーですね。はい、私基本的にはジャンクコーナーしか行かないです。はい、で、先に、ホビーオフの方に上がってみました。はい、結構おもちゃとかがいっぱい置いてあって、そのフィギュアとかそのタペストリーとか飾ってあって、非常に賑やかな感じで、そのホビーオフもゆっくりその時間が過ごせるような感じで良かったです。皆さんもホビーオフ行ってください。ちょっとエッチなタペストリーとかも置いてます。はい、で1階のハードオフじっくり見ていきましょうか。で、入り口左にゲーム機が置いてありまして、で最新のゲーム機からプレミアのレトロゲーム機が置いてあります。で、奥の方はこんな感じですね。はい、奥の方にレトロゲームが置いてますね。で、こちらが、ハードオフの奥の方ですね。はい、結構ね、トランペットとか楽器関係が充実してます。はい、ギターとかトランペットとか充実してまして、レトロゲームもこれ充実してますね、結構。はい、で楽器も置いてあるということで、ハードオフさんもともと楽器の中古販売をしてたのかな。で、パソコンですね。こちらパソコンコーナー、ジャンクじゃないパソコンも結構いっぱいあります。はい、でヘッドホンコーナーとかその工具のコーナーとかも結構充実してますね。はい、ディスプレイが。で、ジャンクコーナーで見つけた宝物、お宝がこれですね。PC9801CV 一体型のパソコンなんですけれども、これが5500円で売ってました。はい、ジャンク品なんですけど、1万以上の価値はあると思います。で、こちらが3点で550円っていう売り方をしてますね。はい、で、ハードオフの T シャツとかも売ってます。はい、ハードオフアイテムですね。で、ジャンクチェックコーナーもちゃんと置いてあります。綺麗に整備されてて、ジャンクをここでチェックすることができます。で、こちらチラシがあって、店長さんの写真とか店員さんの写真がここに載ってます。グランドオープンということですね。はい、で、レトロゲームコーナーなんですけど、やっぱりお値段はちょっと高めですね。プレミアレトロゲームということで、ガールズガーデンとかが気になりました。はい、R タイプはちょっと高いかな。で、メガドライブコーナーも結構充実してましたね。こちらジャンクのショーケースですね。ゲームギアとかツインファミコンとか PC エンジンとか、結構それなりにこなれた値段で置いてましたね。で、64のジャンク品が3000から5000円なんですけど、これって今の相場らしいです。私64って100円から300円のジャンクをよく見てたので、ちょっと最近すごい値上がりしてるらしいです、64とかゲームボーイは。はい、ということでハードオフ一通り見てきました。値段はまあそれなりですね。今はネットの相場を見て値段をつけるので、ヤフオクとかその駿河屋とかオンラインメルカリとか、そのネットの市場の相場を見て値段をつけてるので、
特に安いっていうのはないです。はい。まあね、まあ、いろいろ品揃えは豊富なんで、まあ、興味ある方はまた来てください。2階のホビーオフも結構おもちゃとかがあるので、まあまあいいと思います。昔はね、ここツタヤだったんですよ。1階が本屋で、2階がビデオ、ビデオレンタルだったんですけど、それが潰れて、ツタヤが潰れて、ハードオフ、ホビーオフになったって感じですね。うん。で、オープン2日目なんですけど、雨のせいか人が少ないですね、意外と。八尾店は人がいっぱいいたんですけど、うん。ちょっとここは人が少ないような感じですね。うん、はい、ということでオープン2日目のハードオフ堺深井店の感想でした。ご視聴ありがとうございました。